はい、では今日はインゲンの炒め物テンペラードを作っていきます。まず油、でシナモンスティックです。これを中火にかけていきます。でシナモンの周りにふつふつと泡が立ち出したら、玉ねぎ、ししとう、にんにく、カレーリーフ、ランペを入れていきます。はい、シナモンの周りにふつふつと泡ができ始めて、シナモンの香りが立ち上がり始めました。先ほどの野菜を入れていきます。しっかりと混ぜ合わせながら炒めていきます。はい、玉ねぎの表面が茶色くなるまで炒めたら、トマトを入れます。トマトです。で、インゲンです。3、4センチぐらいの乱切りにしてあります。入れていきます。で、スパイスです。カットチリ、ターメリック、塩です。しっかりと混ぜ合わせていきます。はい、しっかりと混ざり合ったら火を弱火にして、蓋をして10分間煮込みます。焦げついていないか時折混ぜながら確認してください。はい、10分経ちました。見ていきましょう。インゲンが柔らかくなっているかどうかを確認して、硬いようであればあと3分ほど煮込んで、ちょうどいい感じでしたらこれで完成です。